初心者の気持ち分かんないんですよね。本当に天才だったらもっと上行ってると思うんですよね。言うたら勉強できるマックスなのよ。はい、どうもこんにちは、そこゆきです。こんにちは、青です。今回はですね、はい、こんな人から習ってはいけない、師匠にしてはダメな人の特徴5選ということでね、お話をしていこうかなというふうに思います。5選、こいつですね。はい、すごいね、打ち合わせなしでこれができる僕らは常々ですね、ちゃんと勉強することが大事だよとか、はい、ちゃんと学ぶことが大事ですよっていうのを伝えているんですよね。というのも、独学だとやっぱり時間がかかるし、独学だったらなんか知識が持ってる人がピピって解決できることに1年かかっちゃったりとかいうのが全然あるので、まあこの業界、特に企業の世界とかにおいては、まあ知識が全てということで、誰か教えてくれる人を見つけて、まあその人が出してるコンテンツなりを買ったりとか、まあコンサル受けたりっていうのもありだし、オンラインサロン入ったりっていうのもありですよねっていうお話を何度も何度もこうしてきています。で、僕自身実際どれぐらい勉強にかけたかっていうと、おそらく 3,4,000万ぐらいは使ってます。あおちゃんにも見せたことないかな、今まで勉強したものファイルみたいなのがあるのよ。こんなにあって、それぞれが30万とかするから、だいたいスクロールがイメージ10回ぐらい、ピッピッピッって10回スクロールで、ワン画面10コンテンツだから100コンテンツぐらい買ってて、1個あたり30万だから、まあ30万ぐらいですね、はい、っていうぐらい勉強してきてるわけなんですよ。まあどんな教材買ってるかっていうのは秘密なんですがまあそれだけ勉強してきてる中で、やっぱりまあちゃんと勉強した結果として売上も利益も上がってきたよねっていうのがあるので、はい、まあちゃんと師匠というか先生を見つけるのは大事だし、師匠を見つけたらもう徹底的にストーキングしてくださいみたいなことを言っているわけですよ、はい、そこでよくもらう質問、先生の見つけ方がわからないんですよとか、いろんな発信者がいろんないいことを言ってて、はい、誰を信じていいかわからないですとか、他にもこの人いいなって思って信じてついていったけど、結果にうまくつながりませんでしたみたいな、そんなことがあるという質問を結構受けるんですよね、なんで僕が提唱する、こういう人からは習っちゃダメだよっていうね、ポイントで、逆に言うとこのね、ダメなポイントをクリアしてる人から学ぶとすごくいいよっていう話になるので、今回はその先生にするとダメな人の特徴というところでお話をしていこうかなというふうに思っております、はい、でまず一つ目ですね、はい、ででん、オープンな場所とか開示されてる場所で教えるのをためらう人、これはね、はい、絶対ダメですね。例えば YouTube とかでこうやって発信してる人とかは割といいのよ。他にも勉強会とかオープンな場で定期的にやってる人だったりとかっていうのはめちゃくちゃいいなっていう傾向にあるんだけど、はい、これよくあるのがインスタの DM とかでマーケティングを教えますよとか、あ、はいはい、そういう人いるじゃん、はい、いやマーケティングを教えますって言ってるけど、あんた10フォロワーやんみたいなあれなんで DM でわざわざコソコソ営業してくるかっていうと、やっぱりオープンな場所でマーケティングの知識こういうのがあってっていう風に発信してると、お前間違ってますやんって言われる可能性が非常に高いから、 DM でコソコソこう勧誘をして、素人のよくわかんない人からお金を取ろうとしてるわけなのね。だからそういう人を選んじゃうと結構厳しいよねっていう話になるので、一個の見極める重要なポイントとして、公開の場とかオープンの場で教えるっていうことだったりとか、自分の考えを発信してるかどうか、それやってない人はもう NG です、うん、で別にこれ発信しろって言ってるわけじゃないですよ。なんか公の場で勉強会やってますとか、それこそなんかセミナーに呼ばれてこういうのを話してくださいって言われてますって、そういう実績があれば、いわゆる大きい場所でちゃんと発信できるだけの自信はあるんだなっていう風になるから、はい、その本人も DM でこそこそ勧誘してる人って公開の場でやったらやばいかもって思いつつやってるの、うん、だからそこの自分が本当にいいと思って言ってるかどうかみたいなところの担保は取れるっていう。だからこれすら満たしてない人から学ぶのは結構やばいですというお話ですね。で、お次2つ目なんですけど、情報を出すと損するって思ってる人が、情報の出ししぶりをする人、こういう人からも教わるとあんまりろくなことにならないなっていうのがあります。例えばですね、僕の過去の事例で言うと、広告運用のコンサルティングかなんか受けたことがあるのよ。で、広告運用のコンサル受けて3社ぐらい受けたのね、はい、一番いいなって思った人は、考え方とか設定とかも全部教えてくれた上で、今はこういうクリエイティブが伸びてるよっていう、自社で回してるものとかを見せてくれたの。あるコンサルの人は、実際にどんなやつ運用してるんですかって聞いた時、教えてくれん、ジャンルも教えてくれない。で、もう一人はジャンルは教えてくれるけど、クリエイティブまでは見せてくれないみたいな感じの状況になってて、で、なんでクリエイティブを見せてくれるんですかって、その見せてくれるコンサルの人に聞いたことがあるのね、はい、そしたら、なんか見せるっていうことは自分の手の内の全てを明かすっていうことだよねと。で、その上で君がめちゃくちゃこう成長してくれれば、今後クリエイティブを作った時に僕の事例
性とかを継承したクリエイティブをどんどん作っていって、はい、でその僕に似たクリエイティブを作って広告を回して検証した結果とかをシェアできる仲間になるよねみたいなことを言われたんですよね、はい、だからなんか本気で育てようとしてるのであれば手の内全部、まあ、もちろんお金を払ったクライアントさんとかには見せてあげて、はい、でなんなら自分が超えられたりとか自分の考えだったりとかを継承したものを作ったりしていって改善とかを一緒に語り合えるようなところまで持っていけたら一番いいよねって言ってて、それなのに出ししぶりをするっていうのはあんまりよくわかんないよねということを言ってたんですよね。裏を返すと、その全部出しちゃってこの人に抜かれちゃうかもって思うのは自信のなさから来るんじゃないかなみたいなところもあって、やっぱり自信ある人とかはちゃんと全部見せてくれるのよね。だからいろんなコンサルとかいろんなコーチングとか受けてきて、やっぱりその実力の多さと見せてくれる分量ってのは比例するなっていうのが見ててわかるので、はい、なんか情報出ししぶったりする人は控えた方がいいかなと思います。で、これ無料の特典とかでもそうですよね。ちょっと大事なとこ隠してるなとか、はい、なんかぼかしてるなっていうふうに思う人っていうのは、意外と実際に有料のやつ受けてみても微妙だったりすることも多いので、なんか無料の情報でもどこまで情報出してるかっていうのは確認してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次、三つ目ですね。喋っていてとか、まあ、講演会に参加してみてっていうところで判断するものなんだけど、具体事例が少ない人、これは要注意です。喋、はい、ってて具体事例が少ない人っていうのは、そもそも自分のノウハウだったりとかを言語化できてなかったりとかするのよね。はい、言語化できてれば、まあ、例えばマーケティングにおいては、お客さんを獲得する価格を安くするっていうところと、まあ、お客さん一人が使ってくれる金額を大きくするっていう、この二軸で考えるといいんですよみたいな話を僕結構してるんですけど、はい、じゃあ具体例はっていうふうに言ったら、じゃあここの一人当たりから得られる金額を高くするっていう面だと、まあ、3000円のコンテンツを売ってた人とか電子書籍売ってた人に対して、はい、まあ、月額1万円のサポートプランを追加して年間12万円プラスにするっていうのと、あとまあ追加で5万円くらいの完遂までサポートするようなコンテンツを付与することによって、まあ、平均して3ヶ月、つまり3万円のプラスと5万円のプランを平均2割の人が買ってくれたら、まあ、それだけで1万円のプラスになるから、1人当たり3000円しか得られてなかったのが、このサブスクプランで3万円、5万円のが2割だから平均1万円、だから合計4万3000円の1人当たりの価値になりますよね、みたいなのがパッ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 と出てくるわけよ。でもこれ具体例が出ない人っていうのは、実際にそれを言語化できてなかったりとか、言語化はできてるんだけど、普段から使ってる回数が少ないからパッパッパって出ないっていうのが実際のところなのね。だからそういう具体例がポン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 って原稿もなしで出るような人から学ぶっていうのが一番いいかなと思います。本当に数値とかも結構覚えてたりするのよ。何回も何回も使ってたりとか日常の中でね。そういう数値だったりとか具体事例っていうのが飛び交っていない人っていうのは結構注意かなというふうに思います。なんかマーケティングっぽい言葉だけ使ってる人とかいますよね。確かに確かに。なんか一回フロントエンドとバックエンドを用意した方がいいよって話してもらったんですけど、例えばそれって何ですか、うん、って聞くと、うん、いるね。あとね、この人分かってないなみたいな人はね、気をつけた方がいいですよ。喋ってて分かりますよね。喋ってて分かる、喋ってて分かる。でもこれね、気づけないよね。実際、知識ないと。それこそマーケティング教えますみたいなんで、やばい人から DM 来て一回潜入してみたことがあるんだけど、はい、さっきのそうじゃん、多分フロントエンドとバックエンド用意した方がいいよっつって、バックエンドって何ですかみたいなの聞いたら、みたいになった人。それもいわゆる具体例がない人だよね、はい。で、あと、先生にしちゃいけない人の例、4つ目なんだけど、はい、ちょうど言おうと思ってて、流度がおかしい。例えば、マーケティングで稼ごうと思ったら、みたいなんで、よくわかんないコンサルから言われたのが、ライティングとコピーライティングとウェブマーケティングを学ぶとマーケティングができるって意味がわかんないみたいな。違うでしょみたいな。好きな食べ物、リンゴ、バナナ、フルーツ。あ、そう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 。そういうやつだよね。いや、もっとひどかったな。好きな食べ物、みかん、柑橘類、フルーツ。それきついですね。いや、そう、だから話してて、これ明らかに流度が違うよなって人は、やっぱり脳内が整理されてないし、伝え慣れてないから、能力があったとしても、襲うのはやめた方がいいですよね。やっぱり流度がおかしい人っていうのは。で、最後、これ5つ目なんだけど、はい、これ結構います、実は。自分才能ある系の発言をする人とか、はい、俺もともと天才だったんだよね、みたいな感じの発信をしてる人からは、あんまり教わんない方がいいかなと思います。これなぜだと思います？ノウハウになってないから。ああ、そう。これ、ね、再現性が低い。そうなんですよ。2つ理由があって、はい、まず、才能がある系の発言してる人で、本当に才能がある場合、はい、本当に才能がある場合は、はい、
初心者の気持ち分かんないんですよね。で今いろいろこう習ってていいなって思った人って、元は全然できなくて、ちゃんと勉強した結果としてすごいその物事を極めていて、でその極めた結果それを誰かに教えてる。だから本当だったら独学でやったら10年とか座学でかかるものを半年とかに凝縮して教えますよ。これがいわゆる元々別に才能は普通だったけど、ちゃんと勉強して言語化をしていった人なわけじゃないですか。だから、もともと天才だった人って、この10年後の状態に最初からなってるから、なぜつまずくのかもわからないし、なぜダメなのかもよくわかってないっていう人がすごく多いんですよね。だからそういう人に習うと、なんで逆にこっちの選択肢取るのみたいな感じのこと言われて、ってなるっていう感じですね。だから、ガチで天才であるパターンっていうのは嫌だよねっていう。ガチで天才ではないパターンっていうのもあるのよ。ブランディングってことですか？いや、ブランディングじゃなくて、自分はガチで天才だと思ってるけど、全然天才じゃないパターンっていうのがあって、はい、それは単純にその人がしょぼいから、自分が天才だと思えちゃうのよ。例えば、僕がブログで大学時代月100万ぐらい稼いでましたと。でそれで、天才だわと思ったの。ね。でも、実際、それって、世界を知らないだけなのね。周りの経営者とか見てると、同い年ぐらいで月500、1000って利益を出してる人もいるし、今だったらさ、100億超えの融資をさ、バコって取ってプレスリリース出してるような、同い年の人もいるわけよ。だから、月100稼ぐっていうことが、全然すごくないにもかかわらず、自分の目線が低かったりとか、結果を出していなければいないほど、そのちっちゃな成功で自分が天才だと思ってしまうのよね。で、それをそのまま発言してしまっている人って非常に多くて、特に数値として物事の結果が出ないジャンルね。ビジネスとかだったらまだ売上利益って出ちゃうんだけど、じゃあそれが数値で出ないジャンルだったらどうなのとか、数値で出てもデカすぎる数値の人は言わないとかいうジャンル。起業したての時ってさ、100、200の時一番言うじゃん。はいはい、一番言いますね。でもこれがさ、売上100億とかなってくると別に言わないのよ。売上規模とか利益の規模伝わってきますよね。そうそうそう。わかるから。なおじなく100、200ぐらいの時の人の方が、天才ですブランディングするの。だそういう人に惹かれちゃうんだけど、天才ですブランディングをしてる人っていうのは上を知らない、もしくは本当に天才で何も教えられないのどっちかだからやめた方がいいですよっていう話ですね。まあでも本当に天才だったらもっと上行ってると思うんですよね。わかる。だからもう世界的有名とか少なくとも名前は知ってる孫正義とかになるよねっていう風になるから、そんな人から教え超えないと思うよね。孫さんがさ、たかだか100万とかでコンサルするわけないじゃんみたいな感じになっちゃうので、はい、ってなるとやっぱ凡人だったけど努力をしてそこそこのとこまで上り詰めました、そのそこそこのとこまで上り詰めた人がそこそこになりたい人を応援するぐらいのところが言うたら勉強できるマックスなのよ。まあ、それが言うてもまあ年間利益1億とかそれぐらいのところまでだったらビジネスだったらいけるかなっていう感じなので、まあそういう人から学ぶのがおすすめですよというお話です。ということで5つですね、はい、話してきました。でこの5つをこう見て、あ、これね、当てはまっちゃってる人から学ばないでおこうってするだけでも、だいぶ成功確率上がると思うんで、ぜひ、そういう選定をして、勉強してみてください。サコさんとかいいんじゃないかな。概要欄の方にね、僕のおすすめのサコユウキ著の LINE マガジンを貼っておきますので、ぜひ概要欄の方からチェックをしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。